9月23日21時に10月から適用される遊戯王 OCG のリミットレギュレーションが公開される。というわけで恒例の制限改定予想をやっていくぞ。7月の改定ではスネークアイやテンパイ竜が規制を受けたが、まずはこの3ヶ月で環境にどのような変化があったかを振り返っていこう。7月に基本ブースターのレイジオブジャービスが発売され、宝類の間ラクリモーサの登場でデモンスミスがさらに強化され、効果モンスター2体からデモンスミス展開が可能になった。新テーマアザミナも少ない手数から妨害を構えることができ、毎ターン妨害を立てれる点もあり、かつての勇者を彷彿させる出張性を見せている。一方で強力な手札油圧カードであるマルチャミーフアロスとドミナスインパルスが登場。調整版増殖する G とも言えるフアロスはエクストラデッキを多用するデモンスミスやスネークアイには強烈に刺さり、テンパイリューなどの高校デッキはメインデッキから採用するほど新時代の手札誘発として活躍している。ドミナスインパルスは特殊召喚を含む効果を無効という相手の展開を大きく阻害できる手札誘発で、発動後は闇、地、風属性が発動できなくなるが、その強力さから炎属性主体のテンパイ竜を筆頭に活躍しているぞ。8月に発売されたデッキビルドパッククロスオーバーブレイカーズでは、ライゼオル、マリスが環境で活躍中。特にライゼオルは安定感と貫通力が非常に高いランク4主体のエクシーズテーマで、スプライトのようなチェーンブロックを組まない特殊召喚と4体の下級モンスターがサーチ、展開効果を持っているため、多少の妨害は貫通して展開できる上に、エースカードライゼオルデッドネーターのターン1のない破壊効果で相手のフィールドを焦土と化せる上に、ゾージーが通ってもとりあえずデッドネーターかバグースかで最低限の盤面を作れるのが大きな強みとなっている。デッドネーダーを無力化するために禁じられた一滴などを採用するケースや、ライゼオルの展開を止めるためにドロール&ロックバードやマルチャミープルリアがサイドデッキに入るケースが多く、今後の環境の中心を担うテーマとして注目を集めているぞ。9月には待望のブルーアイズストラク、青き目の降臨が発売され、レモンスミスやライゼオルと張り合えるとまではいかないが、一枚書道から展開でき、強力なシンクロ展開で一部大会で優勝報告が上がるほど強化された。このような環境の変遷があった3ヶ月だが、これを踏まえて規制を受けるカードを予想していこう。まず規制の筆頭候補に挙げられるのがレモンスミスだ。宝類の間ラクリモーサの登場によりデモンスミス展開につながる必要リンク値が下がった点はやはり大きく、ベアトリーチからメインギミックの展開をつなげつつ、アポロウーサを構えて誘発をケアしながら本命を通すなど、より柔軟な展開が可能となっている。新たに登場したアザミナも加えて、さらにパワーを底上げしたアザミナデモンスミススネークアイが環境のトップクラスで活躍を続けている。一方で新たに登場したマルチャミーフアロスによりエクストラ展開を多用する点から、増殖する G とフアロスの6枚をかいくぐらないと展開が難しく、妥協盤面を作るのはやや苦手としているので、圧倒的展開力を有しているにもかかわらず、環境においては最強とは言えない立場にいる。海外では直近の改定でデモンスミスラクリモーサとベアトリーチが禁止指定されたのだが、あちらではフアロスが未実装かつ増殖する G が禁止なので単純な比較はできず、日本では11月に開催の YCSJ 大阪2024でデモンスミスデュエルセットが販売され、ウルトラレアのラクリモーサが特典カードになっているので、こちらの禁止指定は考えづらい。かといってサロスナンナやレクイームの禁止に踏み込むかというと、サロスナンナは V ジャンプの付録カードなため、年末のプレミアムパックで再録される可能性が高く、レクイームの禁止はデモンスミスというテーマの根幹を破壊してしまうので、環境で一強とも言えない立ち位置になったのもあり、そこまでの規制に踏み切るとは考えづらい。とはいえ登場以降環境を席巻しているのは間違いないので、落としどころとしては魔を刻むデモンスミスを純制限から制限あたりに規制し、デモンスミスから他テーマ展開の橋渡し役となる永遠の宿女ベアトリーチェを禁止指定とするのが無難だと予想しておくぞ。魔を刻むデモンスミスは最近では枠の都合から2枚採用のケースも多いため、純制限であればほぼ影響はなく、制限の場合でもデモンスミス展開は問題なく行えるので、テーマとして破綻することはないだろう。
ベアトリーチェはそもそも禁止カードであるラバルバルチェインを上回る性能を持っており、年々展開力の向上で出しやすくなっているので、様々なコンボで愛用してきたデュエリストも多いが、そろそろ幕引きの時なのかもしれないな。また海外ではスネークアイズポプルスが制限指定を受けており、リンク素材から自身を魔法トラップゾーンに置き、リンク値を減らさずに現在法から他の炎テーマに橋渡しを行えるので、スネークアイへの規制を強めるならば候補になり得るだろう。続いての規制候補がテンパイ流で、前回の改定ではサーチと耐性を付与できる杯満ちる三元槍が制限指定を受けたが、マルチャミーフアロスやドミナスインパルスといった強力な手札誘発が登場し間接的に強化、圧倒的な使用率を誇り規制は免れないと見られていたが、8月に登場したライゼオルとの相性が悪く、バグースカーを立てられると非常に厳しい上に、ライゼオルデットネーターがいると三元槍が発動時に叩き割られ、耐性を付与できないまま場のモンスターも破壊され尽くしてしまう。フアロスやドミナスインパルスがライゼオルにそこまで刺さらないのもあり、ライゼオルが増えるほどテンパイ流が勝てないという難しい立場に追いやられている。ライゼオルの登場がなければ規制の筆頭候補ではあったのだが、ここ1ヶ月で状況が変わった点は考慮する必要がありそうだね。とはいえライゼオル以外のテーマへの強さは圧倒的なものがあるので、一定の規制はかかると個人的には予想するぞ。規制をかけるとすればチューナー兼展開効果を持つチュンドラあたりが無難なところだろうか。汎用カードへの規制としてはマルチャミーフアロスが高校プレイヤーだけが使える増殖する G として活躍を広げているため、先行プレイヤーも使える増殖する G を多少規制してもいいのではないかという声も上げられている。タクティカルトライデッキで2枚収録されているので純制限ならという気がしないでもないが、最近の再録回数の多さを見ても OCG は増殖する G があることが前提でデザインされているようにも見え、増殖する G が禁止指定されていた WCS2024 の OCG 部門では先行の勝率が OCG 以上に高かったのもあり、ゲーム上必要な存在ではないかと考えさせられたデュエリストも多いだろう。また先行プレイヤーが増殖する G を投げるケースはそもそも先行展開が通った上でのとどめの一撃であるか、展開が通らず相手の動きを止めるために投げるケースになるので、先行プレイヤーへの勝率には方向ほど大きく寄与しておらず、方向プレイヤーへの貢献度を考えると現状では規制する必要がないという予想だ。海外では増殖する G が禁止ゆえにアポロウーサやフルールドバロネスといった汎用の無効カードの多くが禁止指定されており、どちらの方向性が正しいのかは何とも言えないが、少なくとも OCG では増殖する G がある前提でのレギュレーションがしばらくは続くと見ているぞ。続いては緩和されるカードで、スピードロイドベイゴマックスはスピードロイドの強化が10月発売のスプリームダークネスで決定しており、そちらに合わせて緩和を期待したい。マスターデュエルではすでに無制限となっているが、汎用性が高いカードでもあるので、まずは純制限くらいから徐々に緩和してほしいところだ。同じくシュプリームダークネスで強化が決まったクリストロンからは、あのハリファイバーが帰ってくると期待するデュエリストは多いだろう。さすがに帰ってくるとすれば何らかのエラッタが必要そうだが、リンク素材にできない、または発動後にシンクロ召喚しか不可などの制約をつければシンクロデッキの強化という本来の役割で活躍ができそうなので、サプライズ緩和を楽しみにしたいな。マスターデュエルで緩和された強奪は心変わりがすでに無制限であり、装備カードゆえのサポートの多さはあるが、 OCG で緩和しても特に大きな問題はなさそうだな。青龍も前回の改定後特に目立った活躍もないので、4青龍の無制限がついに OCG でも達成されそうではあるね。マジェスペクターユニコーンもトーナメントパックでの再録が決まり順当に緩和されそうで、そして大本命とも言えるのが超魔導竜騎士ドラグーンオブレッドアイズで、今回も勝ってないほどに緩和の機運が高まっているぞ。ドラグーンが今回緩和される3つの理由、1つ、1月発売の新パック、アライアンスインサイトの情報が公開され、インサイト、レッドアイズインサイトということで、レッドアイズの強化が来るのではないかと噂されており、レッドアイズといえばやはり、超魔導竜騎士ドラグーンオブレッドアイズ。つまり、診断の強化に向けて緩和されるというわけで。
2つ、そろそろ年末商品の情報が出てくる時期だが、タクティカルトライデッキで汎用カードを大量に再録したため、目玉となるカードのハードルがこれまで以上に上がっている。そうなるとやはり鉄板なのはアニメ関連の新規カードであり、ストラクで強化されたブルーアイズやブラックマジシャン関連の強化が来れば、年末は大盛り上がり間違いなしだろう。そこで新カードとともにドラグーンオブレッドアイズの緩和と再録が決まれば、これ以上ない目玉となるため、10月の時点で緩和されるというわけで。3つ、ラッシュデュエルでも1月の新パックでレッドアイズの強化が決定し、おそらく来年2025年はレッドアイズの年になると見られる。年末に向けてドラグーンオブレッドアイズを緩和し、お祝いムードを高めていくのは極めて自然な流れと言えるだろう。以上の理由から、超魔導竜騎士ドラグーンオブレッドアイズは 99.999% の確率で緩和されると予想しておくぞ。9月23日の21時に公開されるリミットレギュレーション、配信の方でも最速で見ていく予定なので、ドラグーンの復帰を共に祝うとしよう。というわけで俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。